菅原くんがなんか生贄になればいいぐらいの感じで思ってる感じがしてて、人が良すぎて僕ら今見てたら不安なんですよね。今電話してみたら、配達中。配達中ですか。ちょっとだけお時間いただけないですか。大丈夫ですか。配達中だっつうの。ああ申し訳ございません。令和の虎の司会をやってます番中村と申します。いやでもね、菅原くんマジでね、なんか多分、その会社自体を、まあ、疑うわけじゃないんだけど、はい、菅原くんが生贄になればいいぐらいの感じで思ってる感じがしてて。うん、まあでも僕としては、まあ自分が生贄になってても、荷物は集められるならぐらいの感覚では。菅原くんはそうなんだけど、なんかその利権関係はどうなってるんですか。これは御社が集めてきた荷主さんの売り上げですよね。はい、そうです。まあそういうのもあるので、まあ、当然会社のことも考えなきゃいけないので頭立ってやらせていただいてるっていう。なるほどね。ちなみにその LOP の代表者さんっていうのはおいくつぐらいの方なんですか。50代。ああやっぱりね、後半ぐらい。まあ、そうじゃないですか。ちょっと50代バカにしてんの。どういうやっぱり。多分50歳の方がこういうところに出るってなかなか耐性がないと思うんですよね。もう珍しい方々なんですよこの人たちは。この人たちは変態ってことですね。変態です、はい、何か表出るときは僕が表出てほしいって話も。 LOP の社長にはなれないんですか。 A 社さんの代表さんはやっぱ表に出たくない、プラス自分のことも分かっていらっしゃるので、実は代表に立ちたくないとは言っていらっしゃるんですよ。そうじゃないですか。なんで、はい、まあ、僕がそう帰りますって言ったところで、まあ、2つ返事で帰ってくるとは思えないんですけど、まあ、そういう話をすること自体は、まあ、可能。菅原さんがもうオーナーみたいな形でその A 社さんの株主にもなってくれたり、例えばこうフロンティアさんが一旦、まあ、借用上は借り主になるんですけども、連帯保証でその株主であるその会社が作った、このスキームは素晴らしいと思うんですよ。はい、で菅原さんの人間性やったら、まあ、いつか黒字になっていくんだろうなと思うんですけど、他社が黒字になってちゃんとその支払いをきちんとやってくれるかとかも、それも人が良すぎて僕ら今見てたら不安なんですよね。はい、そうです。まあ、細かいこと言うと、令和の虎のルール上も代表として来てくれないとこれ俺らも貼れないのよ実は。はい、そうだよな。まあ、多分なんかすごいしがらみがめんどくさいのかもしれないけど、やっぱ調整してから出るべきだったかもしれない。今電話してみたら。今電話してちょっとその話が出てるんですけど、会社どうですかって聞いて、なんなら俺も変わるから。おばあさん、そしたらこの5人動くかもしれないよ。ちょっとかけてみたら。電話だけで。まあでも一応。いや電話は動画ですから。面白いですよ。もう公正証書より硬いですから。結持ちついてます。まあそれでも条件付きだと思いますけど。条件付きだと思いますけど。ちょっとあるんで。軽く OK するのもなんかちょっと怪しいですね。どっちにしても出ないですかね。多分ちょうど仕分けの時間帯で。会長自ら結構忙しいんで。会長自ら仕分けしてるの。現場主義だ。本当に忙しかったって証拠にはなりましたね。ちなみにこの会長さんは、菅原さんが本日この時間に司会者として出ることはご存知ですか。はい、じゃあ今はもしかしたら折り返してあるかもしれないんで。そうですね。一回切ってもらって、はい、もしかかってきたら出てもらって。まあ、そうしましょう。それもまたあなたのね、音を出しといてもらっていいんで。はい。もしかかってきたら一応編集がてで。ちょっと静かにしてください。じゃあまずちょっと出て。ちょっと変わりますから。将来一般社団法人化したいってことなんですね。もしもし、お世話になっております。はい、今令和の虎の収録中でして、うん、はい、本当に収録中に今電話差し上げてるところなんですよ。うん、変わります。あ、司会の番中村さんに今ちょっとお電話変わっても大丈夫でしょうか。配達中ですか。ちょっとだけお時間いただけないですか。大丈夫ですか。配達中だっつうの。ああ申し訳ございません。電話を厳しい。したらちょっと今は厳しいですかね。少し1分程度でいいんですか。1分程度でいいとのことなんですが。いいでしょう。あ、すいません、よろしくお願いします。はい、令和の虎の司会をやってます番中村と申します。よろしくお願いします。すいません、今ちょっと生放送、はい、放送中というか収録中でして、ちょっと今スピーカーにさせてもらって喋ってるんですけども、はい、今その虎の方たちから菅原さんに対して前向きに進む一つの理由として、 LOP の代表の会長さんが本来であったら来るべきなんじゃないかっていう今議論になっていて、そこが菅原さん自体が代表とかになる可能性があるんであれば、話としても進んでいく可能性がとても高まりそうな今状況に今あるんですよね。でそれっていうのは会長さんの方ではどういう考えなのかっていうのをちょっとお聞きしたくてお電話させていただいてるんですけど。はい、
ちの、はい、まあ、この今後作っていく中で社団法人作り上げて、はい、はい、で、まあ、これ作ってるのはドライバー守るためなので、はい、結局うちみたいな会社はたくさんありますよね、はい、それで配送を受けました、一時受け、二時受け、三時受け、はい、子供、孫、孫、ひ孫受けっていうふ、はい、はい、に言うんですけど、はい、そうするとドライバーの単価がどんどん下がりますね、はい、それをなくすために社団法人を作った上でドライバーを守ります、はい、で当然菅原さんとかは、まあ、そのメンバーに入っていくので理事だとか、はい、そういう形で入っていきますね、はい、そういう形で、作り上げていく最中です。なるほどですね、はい、その会長さん自体は本来で言うと、まあ、世間話のレベルで言うと俺はそこに立ちたいわけではないんだというような言葉のやり取りもあったということで、そうですね、今仮ですから僕は、はいはい、僕は決して例えば理事長だとかそういうになるっていうつもりはないです、はいはい、僕は陰で、ね、ナンバー2が一番合ってるって自分で分かってるので、はい、なるほどですね、企画だとかその運営だとか実際に今も配達してるので、はい、現場が好きなだけなので、そうですよね、まあまあ総合的な成績としてもちょっと赤字になってるってことも今もう菅原さんが話をしていて、そこでまあ赤字であればあるほど会長さんがここに立つべきなんじゃないかっていう方が虎の方たちからの意見の正当な意見として出ていて、でそうなると菅原さんがやっぱりゆくゆく、まあ人柄としては菅原さんを皆さん応援してくれる今流れになってはいるんですけど、会長にならないのっていうのがやっぱり議論としてあって、結局いい人としてただ駒使い的にここに来てるんだったらあなたを応援することはとてももう趣旨としてもできないっていう話なんですよね。ですからそこが会長さんの方からもゆくゆく彼をそこに育てるんだとか、例えばもう代表なんなら変わってもいいとか、そういう具体的な話がもしお聞きとか聞けるのであれば、この後のまだ今収録中なんですが続きの上で大きな影響を与えそうなんですよね。決して僕たちだけじゃないですよね、はい、全国に、そうですね、全国に10名ぐらい理事になる方いるんで、その人たちの中から選んでいくっていう形になると思うんですね、はい、じゃあ決して菅原さんがならないとかそういうのじゃなくて、はい、僕はやらないです。先ほど言った通り、はい、はいはい、じゃあ、はい、今一旦そこまでお話聞けただけで一旦十分なのでありがとうございました、はい、はい、ここからまたちょっと続きに入りますんで電話切らせていただきます、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、失礼します、はい、失礼いたします。バンさんの電話がうますぎ、うまいですね、はい、だけど今のおかげでやっとこさ点と点が線につながって、うん、ね、全部見えました、はい、見えました、はい、要は今後そのまあ今働いていらっしゃる方々が連合会みたいな一般社団法人みたいなものを作られると、 そうですね、それが今協力会社でおおむね10社ほどいらっしゃって、うんうん、その中の1社が先ほどの会長さんでありまた菅原さんであると、うんうん、まあ、そこから理事長を選ぶっていうような話ですよね、うん、まあ、補足資料のこの一般社団補足分かりにくかったね、いやマジで多分ね会長さんがねやっぱ説明した方がね電話一発で分かったよ、あ、まあ、そうですよね、うん、補足に逃げる癖があるから、そう、あと図で書く必要はなかった、あんまり、はい、すいません、うん、ちょっと言葉が下手くそだったっていうのがあったので、はい、まあ、ちょっとそうですね、まだ任せられるほどではないのかなというところも、そうなんですよね、電話で分かっちゃいましたね、それが、ちょっと出ちゃいました、はい、だからその結局だからそれだとフロンティアだけに渡すことになるんだったら結構1日150個レベルだったらきついですよね、でしかもこのジバで480万使うってみたいな感じになっちゃってるし今、はい、そこは弊社というよりかはもうこのスキームに入ってくださってる業者様のところに振り分けができればなんていう、そう、でもそうなんだけどそれの責任者じゃないんですよあなた、そう、問題はそこでこの利益とか収支報告とかが全部つながってないんだよね、はい、フロンティアっていう風に来てるんだけど全部の収支報告からプランから何からはその一般社団法人後なんです、だそれがちょっと僕たち出しづらいんですよね。1枠目の谷本さん、はい、今回はね僕が出演させてもらった回で一番迷いました。で本来ならば菅原さんが出るべきじゃないタイミングだったと思うのでナッシングって書きたかったんですが、やはりバンさんの起点で会長さんの電話も見させていただいたりとか何より菅原さんの人柄が気に入ったのでちょっと一旦一口だけかましていただきます。100万です。続きまして井口さん、はい、軽配送業者の方々を菅原さんがまとめれるかっていうと人柄はいいんですけど多分今のままじゃ無理です。やっぱりこれだけの人の上に立つっていうのは菅原さんの実力じゃはっきり言って不可能だと思うんで私は上に立たない方がいいと思います今は。まあただですねこの宅配問題というのは私もいつも気になってますので100万円お願いします。続きまして桑田さん、僕はですね、ちょっと史上初になってしまうんで、ビッグボスにもご相談なんですけど、再出場を提案します。で、これは、
僕も正直井口さんと同じく多分9割トップになれないと思います。9割トップになれないんだけど、まあ、ただ心意気も含めてもしかしたら10人説得できるかもしれない、首脳陣をっていうところにかけて、それができるんだったら再出場を願いたいなと思って一旦100万円ストップ。じゃあ続きまして佐々木さんお願いします。はい、ナッシングです。今日ね何も話をしないで終わってしまったんですけど、ビジネスモデルが出てきたらねいろいろ話をしたいと思っていたんですが、ビジネスモデルの、吟味まで話がいかなかったというところが、今回のナッシングの、原因です。でも頑張ってください。はい、じゃあそれでは最後に茂木さんお願いします。なんかこの LOP の理念は僕素晴らしいなと思って、すごくそこは応援したいなと思ったんですけど、やっぱり代表じゃないんでちょっと難しいかなと。ゼロです。ただちょっと桑田さんのね再出演権でしたっけ、はい、それがもし否決された場合にはリベンジ版出演権なんか引き抜き行為しちゃうのやめてもらっていいですか、はいはい、もう怒られそうですね、はい、っていうのもありますんで、はい、ぜひ再挑戦していただきたいなと思います、うん、はい、それでは、残念ながら今回は希望金額に達しませんでしたので、今回はナッシングとなります。お疲れ様でした。